第8代ウエストモーランド伯爵の肖像が、ジョシュア・レノルズ作、1761年。第8代ウエストモーランド伯爵トマス・フェイン1771年11月25日は、イギリスの政治家、法律家。1762年、遠説の第7代ウエストモーランド伯爵ジョン・フェインから、ウエストモーランド伯爵の爵位を継承した。娘、メアリーを通じて、 20世紀の作家ジョージ・オーウェルの先祖となっている。ヘンリー・フェインとアンスクロープの次男として生まれ、1701年3月8日に洗礼を受けた。1729年にミドルテンプル入りを果たしたが、弁護士資格免許を得たのは1759年のことだった。1757年に兄・フランシスからサマセットの領地を継承した。 1753年1月、ライムレジス選挙区で、庶民院議員に当選した。議会活動では政府を支持し、後に借位を継承して、貴族院に移籍した後も、政府への支持を継続した。1762年8月26日に、園籍の第7代ウエストモーランド伯爵ジョンヘインが死去すると、ウエストモーランド伯爵とバーガー手段爵の借位を継承した。 1761年、ジョシュア・レノルズは、ミスター・フェインという題名で、トマス・フェインの全身像を描いた。レノルズには、報酬として80ギニーを支払われた。1903年5月、この肖像画は2100ギニーで、マーティン・コルナギニー売却された。1771年11月25日に死去、長男・ジョンが借を継承した。 1727年8月8日、エリザベススイマーと結婚2何2条を設けた。ありがとうございます。